つくんじゃねえ。こんな別品切られるか。馬を撃っただけで姫さんには傷一つつけちゃいねえ。やめだやめだ、押し付けの任務なぞ知ったことか。だいたい鼻持ちならん野牛の野郎を信じる方がどうかしてら。俺が忍びで宝刀を取りに来たのは伊賀で聞いたが、今はなぜだか裏切り者として奴らに命を狙われてる。頭でも撃ったのか本当に覚えちゃいねえんだ。知っているなら何があったか教えてくれ。覚えておらんなどと見え透いた嘘。
騒乱の折わらわをかばって切られ瀕死の傷を負ったのも狂言であろう。切られた？俺が？確かに傷なんかねえしピンピンしてら。持ち出した刀がどれほど危ういものかお主には下せまい。抜けば世に災いを招くたたり神のついた妖刀九頭竜村正。報じずただ秘せよと明神様の仰せを受け、室町から代々母方の血族が巫女として守り隠してきたのじゃ。うぬの招いた災いがその口が言う太平の世を危うくしておるのがわからぬか。各地に張った結界も我らを江戸へ近づけんがため、もはや公儀はあのたちに操られておるも当然よ。ごまかされぬぞ。城の奉公人として姫様に近づき半年もの間よくも騙してくれたものよ。姫様もあれほど心を許しておられたというに、知れ者め、わしが代わってその首討ち取ってくれるわ。頭を打ったじゃと？もう少しマシな言い訳をせい。貴様が徳川に鏡の忌み刀を渡してしまったのだ。あれを鞘から抜いた者は何人であろうと打たねばならぬ。それが代々巫女の血筋の役目なれば、たとえ逆賊の汚名が後世に残ろうともなさねばならん。刀を封じ本懐を遂げたその後はこの首一つ晒すのみ。九頭竜が災いとなる前に江戸城へと急がねばならぬ。
を。